僕の研究は、まあ、脳卒中を発症しますと、体の下半身が麻痺してしまうんですね。その動きにくくなる、特に手ですね、手が動きにくくなる部分をしっかりとリハビリテーションを行うことで、元の生活に戻っていただく、まあ、その方法を開発しているという形になります。主にタイの東北部イサンと言われる地域をの農村の、まあ、人々の暮らしとその周りにあるその森林とか自然環境というのの、まあ、保護、どうやってうまく全体として回していくかっていうのことに興味を持ってずっとフィールドワークをやってきました。私の研究は、貧困、生活困窮者、ホームレスといった状態にある方々の実態を調査、研究をして、それに対応する社会政策の在り方を検討するということをメインにやっています。今まではその私たち療法士が手に手を取ってこう同じような動きを繰り返してたわけなんですけども、人が全くずっとついていくわけにはいかないので、どうしても練習の量っていうのが限られてしまってたんですね。でそれがまあロボットを使うことによって、適切な練習、正確な練習をたくさんの量ができる。ロボットで動く力っていうところを上げて、でその動く力をどういうふうに生活の中で使えるのか、ここは私たち療法士の役割になってくるんですね。ロボットと人間がしっかりと役割を分担して、その強みを生かし合う、そして目の前の対象者の方にきっちりとした成果をお渡しするというところが、今そのロボットの問題点とそれを解決するための方法として私たちがたどり着いた結論かなというふうに思っています。環境はまあ守らなきゃいけない、特にタイの場合だったら森林が急速に減ってきて、それを何とか守らなきゃとか、あるいは元に戻さなきゃとかっていうようなことが大きな目で見ると必要だとかっていうふうになるんだけど、でも地元の人は、まあ僕らが研究を始めた頃でまだやっぱり貧乏で、少しでもね生活を良くしていくためにはっていうような視点はもう片方で必ずあるわけですよね。闇雲に自然保護するだけじゃなくてっていうことになってくるから、何がいい環境とそのなんかこう豊かさのバランスなんだろうっていうのをそこに入って、まあ、考えてみるっていうことをまあやるっていう感じですかね。いろんなものが便利になっていく中で、生態系がやっぱり徐々に、生活の生態系っていうものが徐々に変わってきた。村の人の目線で見た時に何が一番どのバランスが望ましいんだろうなっていうことを、やっぱりそういう立場で考えるべきだろうなっていうのは一貫して思います。貧困とか困窮とかホームレスと言いましたけれども、それは全て生きている人たちの人生の中で起こる出来事だったり、その時の状態だったりするわけなんですね。ホームレス状態とか貧困ってやっぱあまりにも生活がハードなものだから、直接お話を伺ったりいろんな形で調査とかさせてもらうと、やっぱり彼らの人生を聞きするということになるわけなんですね。聞かないとわからないことがほぼ全てで、それはご本人に対してもそうですし、いろんなその制度や政策のことについても研究しますが、実際その制度や政策を作ったり動かしたりする人のお話を聞かないことには評価分析というのが難しいということもよくよく分かりました。国全体の GDP が豊かだからといって貧困な人がいないかというと、そうもちろんそういうわけではないわけです。路上生活はしていなくてアパートには住んでいるんだけれども、自分や子供が食べるご飯が今日ないとかですね、そういった方々には全国で多く出会ってきました。だからそこで、研究の出番だというふうに思っているんです。で実際に調べて数字にする、文字にする、実態を明らかにするっていうのが研究の社会の中で果たす一つの仕事だというふうに思っています。患者さん中心ですね。で人を幸せにすること、これがキーワードとしては非常に大事なことだと思っています。絶えず村の人たちが問い直しながら、自分が生きる環境っていうのは自分たちでデザインして作っていく、この専門的な知識を頭に入れつつ現場と研究室を往復しながら分析をする、極めて重要なスタンスじゃないかなというふうに思っています。